ムス。はい。タキちゃん。おゆきちゃん、おいで。おいで。ずっと卵の上乗っかってたから。おはようございます。
なる。私の畑でだいたい2キロカラムシ。2キロ。そうですね、400が。うん。2キロぐらい、あの全部合わせて、良いのも悪いのも合わせて。だから使い切んないじゃないですか、2キロ。材料の糸として2キロぐらいとか。うん、カラムシ糸っていうか、その繊維、木の、あの引いてた、うん、繊維だけで。2キロぐらいで、うん、そこから多分あの糸作るときに全部糸になるんだけど、ちょっとカスとか出たりするから、それでちょっとは減ると思うんですけど。自信持って話せよ、もっと。いや、だってまさ分かんないんじゃないですかって。ですかって、なんで質問権になってるの、話すときに。だって測ってやったことないもん、私は。他の人はあるかもしれないけど、机ピンないんじゃないですか。そういうの聞かれると困っちゃう、私。楽しいっすね。家でやってるとなんかいろいろやることあったりして、あの今まで弾いてた通りには弾けないですね。今まで一人で家でやってた量はなかなか弾けないですね、今。しかも家もあんな状態だし、しょうがねえ。お疲れ様です。やっぱり装備するんですね。いや、そうだ、濡れちゃうんで。カラムシが濡れてる。
うん。